YouTuber のチャンネル。せっかくなので、はい、まあ、今回は中村さんについてもちょっといろいろ伺っていけたらと思ってるんですよ、はい、僕なりに簡単にですけど中村さんの経歴みたいなものをまとめさせていただいたので、ちょっとこれを一緒に見ながら、中村さんはそもそも、はい、でも俳句を始められたのが10歳の時に祖父の影響でということで、はい、ちょっとおじい様はそういった俳句をもともとやられてた方なんですか？昔俳句をやってて、ええ、まあ私が影響って書いてありますけれども、はい、その当時にはもうやってなかったんですけど、毎年お正月にですね、祖父が自慢話というか自慢話する話があって、はい、自分の作った俳句がそのお正月の雑誌週刊誌とかの中に掲載されて、その賞金をもらったみたいな話。すごいですね、賞金もらえるぐらいの規模の。そうですね、だからその話を毎年お正月になると聞かされていまして、はい、その賞金もらえるんだったのが自分も俳句作って、そういう意味だったのか、ちょっと お小遣い稼ぎぐらいになるんじゃないのって、現実的な理由で、まあ、小学生ですからね、それぐらいの。あ、まあまあ、そうかそういう感覚なんだったんですよね、それでちょっと作ってみて、で祖父はもうその時俳句やってなかったんで、はい、直接教えてはくれなかったんですけど、うん、独学でやられたんですか？そうですね、入門書買ってやってんだ買ってくれたんですよ、神田さんっぽいな。でもでそれをまあ読みながら、ええ、まあ、作ったりして、ただまあその時はですね、投稿というか新聞とか記者とかに投稿とかっていうのは全然しなくて、一、うん、人で作ってるだけだったんですね、はいはい、でその状態をずっと続けてまして、それはでも最初は賞金が欲しかったみたいな、なんかそういうの。最初のきっかけはそうだったんですけど、作り始めたら楽しくなっちゃったり、作り始めたらなんかそう出すところまで行かずに、うん、一人で作るところで、まあ、僕が気になるのは、その止まらなくなってる状態のことなんですよ。あ、別にだって最初の目的はその賞金とか、まあ、なんか子供ながらのそういうのがあるじゃないですか、うんうん、なんか一回始めたものが止まらなくなってずっと続いてるみたいな、その状態ってやっぱり刺激があったからなんですよね、多分。うん、まあ、止まらなくなったっていうほどずっと作り続けてたわけではないんですが、まあ、当時そうですね、これはまあ中学生になってからなんですけども、はい、まあ、仲のいい友達と半ば無理やり俳句を作らせるっていう、はい、その友達にお互いに見せ合うみたいな回を相当ハマってるじゃないですか、ね、しばらくやってたことがあったんですね。で一緒にその銀行って言って、銀行また新しい言葉出てきちゃいましたけど、はい、俳句を作りながら散歩したり、まあ、旅とまでは言わないですけど。どういう資格なんですか、銀行って？銀融詩人の銀ですね、口辺に今って。かっこいい。銀汁に行こうは行くっていう字なんですけど、そんなこともあるんですか？そうですね、それをやってたんですか、中学生の時に。それの真似事のようなことをやったりしてましたね、渋い中学生ですね、随分。初めてその人前に俳句を発表したのが、はい、まあ、実は高校生の時、うちの高校の文芸部は、はい、機関誌を1年に1回出す、その機関誌に、まあ、小説とか評論とかそういうものをまあ載せるっていう活動をしてたんですが、はい、で私もその文芸部の機関誌に短い小説みたいなやつとかと一緒に俳句20句ぐらいかな載せたんですね。それがですね、非常に評判が悪くてというか、いや、まあ、特に反応は別になかったんですけど、先生のうち一人が、まあ、他の小説とかはすごく面白いんだけど、俳句だけはちょっと、うわ、そんなこと言われちゃうの、ちょっとこれはいただけない。その先生は結構そういうの好きな方だったんですね。そうですね、中村さんからしてみたら、だってもうかなり10歳の頃からやっていて、もう自分の中ではかなり、そうですね、経験というか、まあ蓄積があった状態で満を持して人前に出したものはそういう評価だったっていう、なんか完全独りよがりだったんですよね、多分。その当時の作品ってやっぱ今振り返ると、いや、もう全然ダメですか？ダメっていうか、まあ、使い物にならないですね。あ、そうですか。そういうのあるんだ、うん、それがあってちょっとしばらくやめてたんですけど、まあ、やめちゃいますね、そんなこと言われて、まあ